エメロンは、ライオン油脂から1965年8月に発売されたヘアケア製品、石鹸などのブランドである。2005年頃生産終了。エメロンの名前の由来は、エメラルド、ライオン。ライオン油脂が、これまであまり力を注いでこなかった、高商品分野に、本格進出するにあたっては、顔や牛乳石鹸共振車などの先行ブランドに、 対抗しうる強力なブランドを持つ必要があった。しかし、当時の社名、ライオン融資は、洗濯石鹸メーカーのイメージが強く、さらにその名が、威厳に満ちていて、交渉品のソフトなイメージにふさわしくないとされた。そこで、会社名を前面に出すよりも、ブランドを育て上げることを優先し、それがひいては企業名を売ることにつながるとの考えに、至った。 ターゲットは主に女性としたことから、自社名と宝石の名前を組み合わせ、ブランドネームとした。宝石の中でエメラルドを選んだのは、単に宝石のみならず、地中海の紺碧の美しい水の色、花言葉が愛であることがある。この造語により、甘さ、憧れ、シャルタ、感じ、高級感などを連想させ、女性に好ましい印象を与えるものと考えたのである。ありがとうございます。